はい、こんにちは。アルブル木工教室の辻です。僕らの教室の中でワークショップとして、こういう木のペン作りというのを、やらせていただいてます。機械旋盤で木の角材から、作り出していくんですけれども、一般の、方にはなかなかその機械旋盤というのを扱う機会がありません。ですので、僕らの方でどうやったら、これ一般でご自宅などで楽しんでいただけるかなというふうに考えまして、そのワークショップのキットとして、僕らの方でこちらを販売させていただいてます。で、この動画を参考に、例えば、プレゼントしたり、自分で使う何かの記念でしたり、そういったものでこれを加工してみてはいかがかと思いまして、提案させていただきます。で、こちらが梱包内容になるんですけど、ご自身でシャーペンかボールペンか選べる形になってますけど、この材料も木を選んでもらえる形になってます。で、まず必要なのがこの木とこの先っちょですね。先、こちらがシャーペンの先、ボールペンの先がこっちっていう形になってます。で、シャーペンを選んでもらった方はそのまま使ってもらったらいいんですけど、ボールペンを選んでもらった方はここにこういう回すものがついてますので、これを外してください。これも後で絶対必要になりますので、で、同じような形のものにしてください。それでは削っていくんですけれども、削り方は全然いろいろです。で、この大きさに合うようにぴったりに削る、このまま八角形でもいいですし、例えばこの真ん中だけちょっとへこます感じに削ってもらってもいいですし、この八角形をちょっと残す感じでサンドペーパーでちょっと丸みを取るぐらいっていう感じでもいろいろやり方はあると思います。で、今回は完全に丸くするっていうやり方をやっていこうと思います。ではこれをカッターで削っていきます。で、あくまでも自分から向こうに削っていくようにしてください。こういうふうに削ると自分の指を削ってしまいますので、自分から向こうに、鉛筆削ったりしたことある方はそういう感じですね。で、先っちょをガリ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 削っていきます。今これでカッターで削って大体丸にしました。そんなきっちり丸じゃなくてもいいです。大体丸ですね。あとはサンドペーパーで削っていきます。で、サンドペーパーはですね、一番数字の少ないものが一番形を削ったりできますので、数字の少ないものでこういう風に削って形を整えてください。で、形がもう丸くなったよということになれば、数字をどんどん上げていってツルツルに仕上げていってください。で、これを削っていってですね、削っていってこれを合わせながら、で、これをぴったしになるまで削っていきます。で、ある程度丸になってきたらですね、今横向きにこういう風にサンドペーパーをかけてますので、こういう横向きの線が入ってしまってます。サンドペーパーの傷ですね。なので、それを取るように次は縦に削っていってください。で、サンドペーパーの傷が取れたなと思ったら、サンドペーパーの番手を上げていってください。それでは一つが完成しましたので、もう片方も同じように削っていきます。それでは2本削り終わりましたので、次塗装に入ります。はい、塗装なんですが、こういうウエスとくるみと輪ゴムが一緒に入ってます。これを使って塗装しようと思います。くるみ油ですね。まずはこれを包みます。ここを輪ゴムで留めてください。てるてる坊主みたいな感じで作ってもらったらいいと思います。これをハンマーで潰します。くるみを叩きます。こういう感じで油が染み出てきます。で、これを塗っていこうと思います。これにこういう感じですね。で、ご自宅に蜜ろうワックスなどがある方はそれでも全然大丈夫です。はい、塗装し終わりました。それでは組み立てに行きます。はい、それでは組み立てていきます。まずですね、この順番で組み立ててもらったらいいんですけれども、これとこれを回して取り付けます。で、グッと取り付いたら、こちらのジグですね、これに刺してください。ギュッと。で、これで動かなくなりますので、で、まずは、先の方ですねの材料を刺して叩いていきます。
で、こういう当て木もつけてますので、こちらを当てて叩いてください。はい、こんな感じですね。では次いきます。次はこちらですね。この短い方を下にしてもらって入れてください。こういう感じですね。で、次はこの後ろ側の材料ですね。こちらにこの白いの、これを刺します。この向きでですね、刺します。で、この刺した状態でこれに入れていきます。では最後にこれですね、フックですね。フックなしでも大丈夫です。全然欲しいという方はそのままつけたままつけてください。はい、こんな感じですね。次はですね、前を外します。で、このボールペンの芯を刺していきます。はい、こういう感じですね。で、バネが2種類あります。この小さい方ですね、この小さい方を刺していきます。次は大きい方のバネを後ろ側から入れます。で、この蓋ですね、これがねじ込み式になってますので、刺してぐるぐる回してください。最後に先を締めたらこういう感じですね。で、こういう感じで書けますと。で、インクがなくなってきたりで改心が必要だっていう方も、改心もまたアルブルで販売してますので、それはまた言ってください。それではシャーペンの方を組み立てていきたいと思います。まず木材とこちらですね、この金具を組み立てていきます。こういう向きですね。この輪っかがついている方ですね、輪っかがついている方をこういう向きで入れます。で、ボールペンと違ってこの先が後付けになりますので、これは刺せません。なので、まあ裏とか使ってもらったらいいと思います。で、このまま叩いていきます。で、次にこの真ん中の金具、これをつけていきます。はい。で、また木材ですね。はい、で最後にキャップをつけます。で、ここまでいったらあとは後ろからこのシャーペンの軸を刺して前からキャップで留めつけます。はい、これで完成です。で、まあ、こういう風にスラスラかけますね。で、シャーペンの芯はもう普通に市販のもので大丈夫ですので、で、裏に消しゴムとかもついてますし、ここからシャーペンの芯を入れたりすることもできますし、まあ、前から入れてもいいです。ということでですね、ボールペンとシャーペンそれぞれの作り方をご紹介させていただきました。僕らの教室ではこれを機械旋盤、木工旋盤というもので丸く均等に削っていくんですけれども、なかなかその木工旋盤というものは馴染みのない、ものだと思います。ですので、まあ、そういう場合は自分の手で、削っていく。それでも全然ボールペンシャーペンは出来上がります。ですので、例えば、まあ、いろいろご自身のバリエーションでこの木の部分ですね、例えばこれはチェリーという材料とウォルナットという材料を使ってます。で、例えばこの上下いろいろ違う木を選んでいただいてもいいですし、もっと特殊な木も、たくさん、扱ってます。で、また順次、そのストアのページに、アップしていきますので、その中から選んでオリジナルのシャープペンシル、ボールペンを作ってみるというのもいかがでしょうか。ぜひ皆さんもトライしてみてください。では失礼します。